ドクロリューは八代目、林家正蔵が演じた、正岡博士作の新作落語。もともとは八代目、桂文楽のために書き下ろされたが、八代目、桂文楽が、講座に書けることはなく、晩年に、これはあなたに会う話だからと八代目、林家正蔵に教えた。河村と鳥山は共に、旗本出身で、慶応4年5月15日の母親戦争の戦闘の一つ。 上野戦争で共に戦い、それきり別れ離れになっていた。時は過ぎ、明治七年、東京で二人は偶然再会する。ゆっくり話をしようと、翌日に、狩鍋という料理屋で、待ち合わせの約束をする。翌日、料理屋へ向かう途中、河村が、根岸の藤寺の墓地を通りかかると、ドクロに声をかけられる。目を貫いて、 柳の目が生えて痛いので抜いてくれと頼まれるので、河村が柳を抜き念仏を唱えてやると、ドクロは嬉しそうに笑うのだった。河村が料理屋について遅れたことを浴びてその話をしたが、鳥山は信じない。ならば、もう一度墓地へ行って念仏を唱えてみせよう。それで、されこうべが笑わなかったら腹を切ると河村が言えば、では笑ったら自分が腹を切ると、鳥山も言う。 二人で墓地を訪れ、河村が念仏を唱えたが、ドクロは笑わないので、河村は腹を切る。そうすると、ドクロが笑い始めたため、鳥山も腹を切る。息絶えた二人の死体を前に、ドクロは楽しそうに笑い続けるのだった。実はこのドクロは、以前に河村と鳥山が、新宿の遊郭で、理不尽にも切り殺した、四谷の卵屋の主人のものであった。下げ、卵屋だけに、 君の悪い話でございます。ありがとうございます。